事なら遅行し。戸籍管理の効率が悪すぎる。ああそうだ、忘れるところだった。よく来てくれたな、嬢ちゃん。軽減将軍の客人が俺たちの要請を受けてくれるとは本当にありがたい。前に長楽天広場で龍女様を助けてくれたこと、手配が行き届かなかった地甲子の仲間を代表して礼を言わせてくれ。ありがとう。知っての通り、性格の災いが訪れて以来、魔音の実の凶病が蔓延している。魔音の実は先週人が起意してきた宿命で、獣王種の監視があれば本来こんなに頻繁に現れるものではないんだ。だが今は多くの人が、特に運気群のようにストレスや危険にさらされている人たちが魔音の実に落ち始めている。それに彼らは外見まで恐ろしい化け物に変化した。こんなの俺の知っている魔音の実じゃない。その程度のことでお前の手を煩わせるつもりはない。魔音の実を抑える計画なら将軍様が考えているはずだ。お前は強いから、将軍様の依頼を受けて性格を追う中で、きっと魔音の実とも戦ったことがあるだろう。どんなに小さな手がかりでもいい。見つけたら地甲子に知らせてくれ。そうすれば俺や同僚たちがすぐに対応できるし、もし手伝えることがあれば素早く力を貸せるからな。ああそうだ、ここに来るまでに何か見つけたものはあるか。そのお前が見つけた手紙、正直に言って俺ではこの問題にどう対処すればいい。この人は、いやこの方は聖族さん、軽減将軍の作市長だ。この手紙については彼女が説明した方がいいと思って来てもらった。あなたが魔音の実から入手した手紙は読ませてもらったよ。運気軍が性格の所在を調査する間、私も将軍様の命を受けて魔音の実に関することを調べてるの。あなたのおかげでようやく手がかりがつかめた。外の人から見ればこれは長らく病気だった人が回復したことを報告する手紙に過ぎない。でも書いてあることは不赦重悪の禁律を犯していて大逆無道だと言える。そう、同盟が成立してからというもの、治癒の名を借りた長命や変異改造を避けるため、泉州のあらゆる治療行為には厳格な基準と境界が設けられてるの。手紙に書かれている実験について調べるために公文書を漁ってみたけど、関連する記録はなかった。探偵師の動点が封鎖されたことを考えると、人には教えられない秘密があるんじゃないかな。この手紙を書いた人は、おそらくあなたが倒した魔音の実だろうね。彼は誰かに惑わされ、病を治療するという名目で毒を盛られ、あなたが見た姿になったんだと思う。こういう振る舞いは、泉州で数千年前に壊滅した組織、薬王秘伝を思い出させる。禁忌である丹方を掘り起こし、
いわゆる先導の秘密を復興させることを志としている北条の信者。とっくに滅びたはずの組織が今さら復活して混乱を招くなんて思わなかった。もし他にも薬王秘伝に関係がありそうな手がかりを見つけたら、新作府に来て私に渡してほしいんだ。よかった、絶対に損はさせないから安心して。新作府は貢献してくれた人をないがしろにしたりしないから。最近の報告によれば、彼らは目下の混乱に乗じて兆楽天一帯で種族の民を惑わしているらしいの。実は数ヶ月前に調査人員を偵察に向かわせて、少しなら情報が得られたんだ。向こうも疑り深いみたいで、偵察に行った人と連絡が取れなくなったの。あなたはラフで顔を知られてないし、種族の民でもある。あなたに任せることができたら私も安心なの。戸籍管理の効率が悪すぎる。困りごとなら地公子に解決してもらえばいいじゃない。無駄足じゃなかったよね。獣王子を題材にした小説は読んだ？精査を直せる？無駄足じゃなかったよね。レンジフードの掃除から戦車の修理まで。そこの違法の客人。なるほど、あなたは調整を望んでいるのですね。これは参りました。本当に面白い人ですね。どちらにしてもお互い少し声を落としましょう。絶対的な力を手にする前に
永遠に生きたいと思いますよね。私の名前は緑不葉。長楽天に来たのはあなたのような縁のある人に出会い、共に長生の先導を歩むためです。どうでしょう、私と一緒にもっと話し合いに適した場所に行きませんか。では早速出発しましょう。ここは人が多い、あまり長居すべきではありません。着きました、ここです。安心してください、薬王は慈悲深い、あなたを傷つけたりはしません。改めて自己紹介させてください。私は薬王秘伝の寺社。長楽天では身分を明かすことができませんでしたが、今なら堂々と口にできます。薬王秘伝は薬王様を信仰する組織で、寺社は教徒たちの呼び名です。長生を手に入れるには寺社になる必要があります。そして寺社になるには簡単な試験を受けなければなりません。お許しください。薬王秘伝は徐々に大きくなり、あの要求の信者の注意を引いてしまっているので、細心の注意を払って行動しなければ後が恐ろしいのです。あの要求に惑わされた者だけが薬王様を憎むのです。悲しいことにそういった人はあまりにも多いですが。この運気軍のことは気にしないでください。彼もあなたと同じように試験を受けているだけですから。北条の名を耳にしたことがあろうとなかろうと、どの種族も薬王様の恩恵と治癒を渇望しています。古族は300年しかない寿命の治癒を、寿命族は輪廻と一族が途絶えることに対する治癒を、そして先秋人は魔音の身による苦しみの治癒を渇望している。私たちとしてはあれは苦しみではなく進化の恩恵に近いものだと思っていますが、あなたの質問に戻りますが、薬王様は短命種の老衰や病の苦しみ、そして死を治癒することができます。薬王様が先秋人を治癒したようにね。求めれば必ず与えられる。薬王様は寛大な心をお持ちで、誰かの祈りを簡単に拒むことはない。ですから薬王秘伝の試験もそこまで難しいものではありません。この千樹寺飛薬王救世品を500回書き写し、仲間たちにあなたの誠意を示せば晴れて寺社になることができます。これは私たち薬王秘伝の根本にある大教ですので、敬虔な心を持って書き写してください。できれば暗記してくださいね。もちろんこれは初めの一歩に過ぎません。寺社になった後も多くの試験を受けてもらう必要があります。多いですか。以前は5万回だったので私も5万回書き写しましたが、今の狩猟が人々の苦しみを哀れに思い500回に改正したのです。もう書写はいいから早くこっちに来い。
やっと来たか。お前のことは知ってるぞ、ケーゲン将軍の客人。信じてくれ、お前も偵察に来たんだろ。俺も同じだ。俺は長楽天を担当している運気軍だ。まさか来るなり。こういう組織が勢力を伸ばそうとしているときは、大抵の場合法を司る組織に影響を与えられる船員を欲しがっているものなんだ。だから俺も甲冑を着てきた。これこそ需要を完全に見抜くということだな。声を小さくしろ。こいつらは手強い。もし俺たちが偵察に来たことがバレたらまずいことになる。貸せ、手伝ってやる。運気軍に入る前は新作府で150年ほど事務の仕事をしていたから、書写なんて朝飯前だ。先に決めておこう。俺は書写を手伝い、お前は俺の援護をするんだ。俺は新作府に行ってこの情報を伝えなければならない。心を落ち着かせてゆっくりと書き写してください。時間をかけて千住寺飛躍王旧世品の史上の美と善を体得するのです。もう写し終わったのですか、こんなに早く。見せてください。本当に終わっていますね。早いだけでなく完璧とは。どうやらあなたにはかなりの宣言があるようだ。そう焦らないでください。入門の試験は2段階に分かれていて、あなたとそちらの運気軍は最初の段階を完了しました。あとは最後の段階が残っています。よし、じゃあ次の段階は明日からでいいよな。俺は勤務中にこっそり抜け出してきてるんだ。そろそろ戻らないと怪しまれてしまう。ご心配なく、二段階目は簡単ですから、すぐに終わりますよ。私たち薬王秘伝の原則は、疑わしき者は使わず、仲間は疑わずですから。お二人には決闘をしてもらい、生き残った方を正式に自社と認めましょう。素晴らしい。薬王秘伝はあなたのようなやる気のある新人を歓迎しています。さあ、私たちにあなたの実力を見せてください。待て、やめてくれ。俺たちがここに来たのは長生のためであって死ぬためじゃない。急に戦いと言われても俺には無理だ。決闘は強制ではありませんので、戦わなくても結構ですが、そうなるとここから出すわけにはいきませんね。分かった、戦う。その代わり少しだけ心の準備をさせてくれ。それくらい許されるだろ。こんなこと今までしたことがないんだ。私は構いませんが、そういうことはあなたと戦う相手に聞いた方がいいのでは。では準備してください。時間は貴重ですから急いでくださいね。こうしよう、いい方法思いついた。お前を薬王秘伝に入らせて俺も安全に撤退できる方法だ。俺たちで決闘して、俺はお前に負けて殺されたふりをする。お前は死体の処理を手伝うふりをして俺を現場から連れ去る。これなら
お互いの目標を達成できるだろ。そのお前の腕前は知ってる。頼むからうっかり本当に俺を殺したりしないでくれよ。よし、やっぱりお前は信頼できる。それじゃ俺の命はお前に預けたからな。準備はできましたか？こちらの運気軍の方は？俺も準備できたぞ。それでは始めましょう。おりゃ、鬱陶しいわね。反抗、陽動、霊落。素晴らしい腕前ですね。さっきまで元気いっぱいだった運気軍があっという間に倒されてしまいました。あなたが勝ってよかった。この者は運気軍の甲冑を着ながら入信したいと言ってきたのですが、考えなしの発言が多くて、もし彼が勝っていたとしても本当に信用できるのか少し不安だったんです。シギク、ラント、この運気軍を適当な場所で処理してください。あなたがどう処理すればいいか知っているのですか？そんなことはありません。私たち薬王秘伝の原則は仲間は疑わずですから。うん、いいでしょう。ここ数日ほど仲間たちが凋落店で布教活動をしているのですが、両剣ともの注意を引いてしまいまして、あなたが処理した方が安全かもしれませんね。ではこれを組織での最初の仕事ということにしましょう。あなたが積極的だということはちゃんと上に報告しておきます。何はともあれおめでとうございます。あなたは晴れて寺社になりました。名前はハイボタンにしましょう。ハイボタン、人目を避けるために一旦別々に行動して後で落ち合いましょう。それではまた後ほど。俺の死んだふりはうまかっただろう。あいつらは狂人の集まりだ。後で接触するときは気をつけた方がいい。お前本当に殺すつもりだったのか。驚かせないでくれ。俺たちは一蓮托生なんだぞ。じゃ俺は新作府に戻って報告をする。くれぐれも気をつけるんだぞ。
ここで緑不要と落ち合う約束だったはずだけど、どうして誰もいないんだろう。手紙がある。廃ボタン。緑不要が私に残した手紙かな。薬王秘伝は本当に慎重なんだ。先に奴らの任務を終わらせるしかないみたい。手紙を奪い取る。それなら兆楽天の物流長の棚に行って探してみよう。この棚にはないみたい。他の棚を探してみよう。やっ！へっ！何だの何だの。レンジフードの掃除から精査の修理まで。この郵便物、新作譜宛て支給って書いてある。見つけた。これが薬王秘伝が奪おうとしてる手紙だ。でもこの郵便物には暗号化が施してある。重要な情報なら当たり前か。解除できるか試してみよう。薬王秘伝の内部命令でこの緊急指示を見る限り、薬王秘伝は最近の新作譜の潜入行動に気づいてるみたい。スマホにコピーを入れて緑不要に渡そう。レンジフードの掃除から。鬼だの何だの。茂月様、こちらが以前お伝えした廃ボタンです。とても頼りになる寺社でございます。廃ボタン、こちらは茂月様といって兆楽天地区を担当なさっている方です。一目見ればわかる。君の腕前は確かに非凡だ。謙遜する必要はない。僕は長年武術を習っているから、
君の実力のほどは見ただけでわかる。聞かせてくれ、君のような強者がなぜ薬王秘伝に入りたいと思ったんだ。かつては訓練に励めば強くなれると思っていたが、そうではなかった。長い運気軍としての生涯の中で僕は悟った。人の力には限界があるということを。だから僕は平凡な肉体を捨て、薬王様の眷属になったんだ。この処方箋をあげよう。この薬を飲めば、僕たちのように要求過疎が君の魂にはめた枷を断ち切り、至極の力と自由を手にできる。組織で弾薬を担当している自社が君が優れた戦士だと聞いて、この処方箋を用意したんだ。ここに書かれている薬には、遺憾で買えるものもあれば、自力で手に入れなければならないものもある。だが君の力があれば簡単なことだろう。他に質問はあるか？ボス、狩猟のことか。会えるが、今は焦らなくていい。君の実力なら、このまま職務を果たしていればすぐに狩猟に会えるだろう。わからない。ただ数万人はいると聞いたことがある。薬王秘伝の組織構造は平坦化の原始を原則としていて、各地区の責任者が直接狩猟から責任を担っている。だから他の地区の状況に関して僕は何も知らない。この方式の長所は、長楽天の組織が猟犬たちに滅ぼされたとしても、他の地区の仲間には影響が及ばないことだ。処方箋の作成を担当する者たちは誰もが微妙な立場にいる。彼らの身分は知っているが、その身の安全のために口外するわけにはいかない。君を信用してないわけじゃない、ハイボタン。これは皆の安全のためだと理解してくれ。恥ずかしながら、かつては僕も猟犬に属していて、100年近く槍術の鍛錬を続け、あと少しで運気軍の教官になれるところだった。しかし凡人の脆弱な体では、いつまでたっても自分と武術の天才の間にある最後の壁を突破することができなかったんだ。そんな僕を救ってくれたのが、君が手にしている龍板膏薬だ。この薬を飲んで、僕は凡人には手が届かない強者になれた。今、全てがうまくいっている。過去の悲しき真相の失神はもう存在しない。ここにいるのは、薬王様に忠誠を誓った自社だ。待て。僕のことを知っているのか？失神という名前を聞いてから君の表情が変わった。茂月様、どうやらこの者はあなたを探しに来た内通者のようです。バカ者、半日も試験を受けさせて何を試したんだ。こんなに分かりやすい内通者が君のせいで侵入したんだぞ。そんな、私の目の前で運気軍を殺したのですよ。忌々しい。
要求こそは哀れな凡人たちに死を怪奇だと思わせた。薬王秘殿に潜入するために命を落とした苦肉の策を講じるとは。薬王様は僕に鋭い感覚を与えてくださった。何事も僕の目から逃れることはできない。君のような滑稽で恥ずべき悲しい凡人には理解できないだろうが、ハイボタン、いや新作の犬め、死ぬがいい。めんどくさいやつ。蝶と共に散れ、スターレイファントム。乗ってる。気をつけて。いいや、突然の被害。もっと反抗、陽動、霊落。おやすみ。挨拶。はぁ、はっ、はっ、蝶と共に散れ、スターレイファントム。ラールから離れろ。いい、いや、はぁ、はっ。薬王様は槍が通らない体を、戦軍もかなわない勇気を、誰にも負けない力を授けてくださった。猟犬どもは逃げ回るネズミ、僕にはかなわない。さっさと首を差し出して死ぬがいい。蝶と共に散れ、スターレイファントム。ベレシコーデル、親戚である。ベレシコーデル。聖族が探していた連絡の途絶えた内通者は茂月だった。まさか薬王秘伝に加入してたなんて。新作府に行って聖族に状況を伝えよう。今回の任務は成功なのか失敗なのかいまいちわからないな。よかった、あなたが無事に戻ってきてくれて。それで何があったの？予想外のことでも起きた？安心して、あなたの内通工作は成功だから。正体はバレちゃったけど、価値のある情報を手に入れて無事に戻ってきてくれた。ここまで内通者としての素質があったなんて本当に驚いたよ。それにしてもまさか失神が邪道に染まるなんて。あなたは正しいことをしたの。儒家の王は力と生命を餌にして失神のような善と有望な人に後戻りできない道を歩ませた。あなたが手に入れた情報はすごく役に立つ。ずっと敵の動向が分からなかったけど、この情報があれば新作府もより的確な判断を下せる。
これは今回の報酬だよ。受け取って。他に質問はある？この組織の現状について私たちは何も知らない。今まで数人の内通者を送り込んできたけど、あなたのように潜入できた人は多くない。外郭をうろつくのが精一杯だったの。新作府は今あることを明らかにしようとしてる。彼らは千年の時を経て蘇ったのか、それとも千年もの間水面下で密かに行動を続けていたのかをね。どっちにしても彼らが突然堂々と姿を現したのはきっと何か企んでいるからに違いない。この数ヶ月ずっと不安だったの。ううん、薬王秘伝の道、そして彼らの王、それに内通、つまりあなたみたい。そう、それじゃあまたね。何の用？新作譜？処方箋を見せて。怖怖い上に全く理解できない。これは短視聴の短数様に聞いた方がいいかも。彼女は盲目の転結者なのに飛び抜けて優秀なんだ。それに人助けが好きでよく貧しい人に無料で薬を配ってる。彼女なら新作譜を助けてくれると思う。タンスー様は今若木邸にいるから探しに行ってみたら。お待ちしておりました。あなた様の匂いは分かりやすいので、一つの感覚を失うと他の感覚が鋭くなりますから。他の端子から聞いたのですが、私に見せたい処方箋があるのですよね。内容を読んでいただけますか？ありがとうございます。確かに奇妙な処方箋ですね。大体の薬理は理解できました。竜の血族の力を汲み取り、それを自分に取り込むことで強くなれるといったものです。ただ具体的な薬理についてはさらなる検証が必要で、少し時間がかかるかもしれません。本当に寿命髄を使って検証するわけにはいきませんからね。連絡先を交換しましょう。薬理の検証が終わり次第ご連絡いたします。画像だけってここで待ち合わせしようって意味かな。映画でよくある誘拐犯の合図みたい。冗談はそのくらいにして早く向かうとしよう。
くしてよ静寂。あんたを待ってるうちに首が長くなっちゃう。大牧師でも何か問題が起きたんだろ。静寂、俺たちとパイなんかやってていいのか。平気平気。たとえ大牧師の血が割れたとしても大牧様が何とかしてくれるよ。あの小さな体で何でもやっちゃうんだから、うちの大牧様は。そもそも私は遊びに来たわけじゃなくて、あの方から命じられたの。ここで来たる客人を迎えなさいって。だから貴重な時間を無駄にしないようにサボりと仕事を両立してるんだよ。写真を見る限りだとここみたいだけど、ってここってパイソン？こんなところでトラブルがあったの？このパイがトラブルなの？うわ、もう。どうも、品位あふれるお三方、あなたたちが例の貴賓だね。ごめんごめん、私もちゃんと待ってようと思ったんだけど。お、ほら、ポン。でもあの辺は地甲子がうじゃうじゃいてうるさくてさ。ちぃ、あんな騒がしい場所で待ち合わせなんて。私の番カン。面白みがないでしょ。だからこの機会に長楽天を案内しようと思ったの。ついでに先週の遊び庭園美玉パイも体験してみたらどうかなって。待って、今度こそ。ほら、ふぅ、我が願いは満たされたり、もう心残りはない。それじゃあ早速出発しよっか。ずいぶんと待たせちゃったみたいで本当にごめんね。いや、それほど待ったわけではない。お嬢さんが気合を入れて遊んでいる姿を見ていたら、その庭園美玉パイとやらについて知りたくなった。根気があって優しいだけじゃなくて、あ、見て、あれって。あれは剣木と呼ばれる古樹です。かつてはラフが誇る至宝でした。天白氏の人も歴史に精通してるの？すごいね、今の世代なんてあれの由来さえわからないのに。あの剣木は古の時代、泉州が天涯をかける時に残した遺産だと言われてるんだよ。ここからだと枯れ木の半分が見えるでしょ。でも上国無可録によれば、前世紀の大きさは天にいたり星をかけるほどだったんだって。それってつまり。つまり空に至るほど高く、枝に星がなっているようだったということだ。え、そんなに大きかったの？列車と同じ、いや宇宙ステーションヘルタと同じくらいかも。それも違うか。星がなるぐらいなら先週よりも大きかったりして。ただの比喩だよ比喩。物語を現実につなぎ合わせようとしないの。まあ結局は伝説に過ぎないんだけどね。私は通勤するときに毎日この景色を見てるから、もう見飽きちゃったし。ほら早く行こう。鬼だの何だの。レンジフードの掃除から。もう少しだからしっかりついてきてね。さ
に言っておくけど、中に入ったら好き勝手に振る舞うのはやめてね。大木様は規則を守らなかったり、あれこれ聞いたりする人が大嫌いなの。自分が招いた客人だとしてもきっと怒られちゃうから。審問を傍聴するだけだ。終わったらすぐに離れる。おかしいな。もしかして壊れてるんじゃない？鍵がかかってたことなんてないのに、鍵を持っていけっていう人もいなかったし。おーい、いくらまずい飲食店でも客を門前払いしたりしないよ。本当に大牧師の人なの？それはないよ。もう書庫の管理に降格されてるもん。
これ以上の措置なんて取られないと思う。慌てなくて大丈夫だよ。大牧師の門はこれだけじゃない。緊急時用の門を知ってるの。ほら、ここだよ。性格やら侵食やらで面倒なことに。ダメだ、この門も開かない。あんまり大牧様を待たせるとまた頼りない静寂がやらかした。案内人がこれだもん。やっぱり大牧は怒ってるんだよ。君さえ構わないのなら俺が試してみてもいいだろうか。え、それはちょっと。なんてね、今のは冗談。全然ダメじゃないよ。それじゃ楊先生に教えてあげる。きっと楽しめると思うよ。キママ派総帥の称号を譲っちゃう。驚いた？うちは全然。みんな構えるんだ。変わり映えしないシチュエーション。次はもっと工夫したよね。しつこい。こちら側が優勢です。おや、悪い子ね。おやすみ。怖くない。隠れろ。いや支援開始。目標を狙うほどこの鎌は速くなるのよ。無駄足じゃなかったよね。すまないが、今は大牧様の命により運気軍が死。無駄足じゃなかったよね。
目の前にあるのが私たち大牧師が誇る大型玉鳥演算装置、旧館の陣だよ。ここに来るまでの間、ことあるごとに玉鳥という言葉を耳にしたが、一体どういうものなんだ？玉鳥はね、玉鳥かな。いい質問なんだけど、すぐには答えられそうにない。ちょっと待って。シミツ州本には玉に門を掘り万事を占うって書いてある。印鑑を掘るみたいに、構造士の職人たちは玉の小さい玉鳥は腕輪にはめられるサイズだけど、大きい玉鳥は旧館の陣がまさにそれで、天理の変化でも浮世の変化でも中の呪符と原理は変地天空のヌースに由来してるんだって。すごく奥が深いものだから、大牧師で完全に把握できてるのは大牧様だけだろうね。確かに似ているように聞こえるな。直接メカニズムを見てみたいものだ。それは無理かな。構造士の海玉鳥は玉鳥の技術を大切に保管してるから。でももし興味があるなら、聖茶会に玉鳥がついたアクセサリーを売ってる店があるから、時間があるときに案内してあげるよ。ねえ、聞いた？幼児ちゃんをアクセサリー屋さんに案内するって考えただけでも笑っちゃう。とにかく運行さえできれば、玉鳥だろうがコンピューターだろうが名前はどうだっていいの。そう、今日の案内人が静寂でも白寂でもどうだっていいのと同じようにね。もうすぐ陣の中心だよ。大牧様はそこで私たちを待ってるはず。フゲン殿、進捗は？はあ、道引きは剣、真の間にある。行に差異あり、理はなし。フゲン殿、わかりやすく。大惨事が訪れる。これが今日の大牧師の運勢です。旧館の陣が止まるだけでなく、呪符が陰気に染まり、市内には性格による邪水までが降りかかる。運気軍は民の保護に奔走しておりますので、陣を復元したくとも避ける兵力がありません。そんな中、将軍に性格ハンターまで押し付けられたとなれば、大惨事と言っても過言ではないでしょう。私の前にいるのは先見の明あり、方眼に漏れなしと称えられるフゲン殿だ。基地を追い今日を避けるのは君のお箱じゃないか。公言は結構です。運勢、それすなわち天理なれば、小賢しい真似で避けることはできません。大牧師は目の前の基地と今日を示し、正しい選択をするために最善を尽くすのみ。形勢を一変させるような力はありませんよ。だからフゲン殿が必要だと言っているんだ。未来を観測できる性格ハンターを相手にするなら、先見の明がある君ほどふさわしい人はいない。人手については心配しなくとも、すでに準備してある。ほら、ちょうど来たんじゃないか。大牧様、ご命令は受けておりませんが、客人たちを連れてまいりました。人を使うという点に関しては将軍にかないませんね。隙さえあれば針を刺すのですもの。せっかく来てくれたんだ、それを生かさない手はないだろう。私の許可なく旧館の陣に足を踏み入れるのは規則違反なのだけど、
そんなことを言ったら人の心がないと思われてしまうかしら。お前たちと再会できたこと嬉しく思うわ。静寂って子は普段は頼りないのに、ここぞという時は力を発揮するのね。確かにお前たちになら安心して頼める。ふん、私は誰かと違って大牧師の人間でもないお前たちを勝手に差し使わすわけにはいかないでしょ。社交辞令はやめよう。将軍の話なら聞いたし、何でも任せてくれていいから。では無駄話はここまでにしましょう。今の大牧師は人手不足だから、お前たちには旧館の陣の元井を再起動する作業を手伝ってほしいの。ついでに性格の邪水の排除もね。私が構わないと言ったら構わないわ。静寂を同行させるから元井の再起動は彼女に任せればいい。邪水の排除については、古本、自分で占ってみたんだけど、うちら三人とも多忙の運命だってさ。何？魔法の言葉って？それなら簡単だよ。シンプルだけど大事な言葉、つまりお願い。お願いよ。引き受けてあげる。ここが中宮の陣だよ。中宮を見渡す、つまり天地古今を見るって意味で、この元井は時間に関する情報を調べるのに使われてるんだって。これでよしっと。え、符を合わせただけで終わりなの？知らないの？複雑なものほど操作が簡単だったりするんだよ。これならあんたたちの大牧様でもできるじゃん。もしかしたら彼女も私みたいにサボりたかったのかもね。
櫓の妖怪？緊張しなくても大丈夫だよ。泉州に妖怪なんていないから。あれは金陣って言って陣を守ってるんだ。重要な場所には必ずあれがいるの。あそこでしゃがんでるけど、まるで近寄ったら首をはねてやるって言ってるように見えない？前を通ろうとしたら絶対襲ってくるやつでしょう。私たちは大木様の命令で来たんだから大丈夫だよ。通行禁止。めんどくさいやつ。敵ターゲットを確認。まだ立ち上がりますか？敵データ収集完了。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。悪い子ね。しつこい。お休み。勇気を出さなきゃ。殲滅開始。間に合ったよ。ほんの気持ちよ。気にしないで。ありがとうクラーラ、忘れません。おや、ここは会館の陣。確か空間についての情報を扱ってるんだったかな。
よし、終わり。次に行こう。時間と空間は…分かった。ここはエネルギーに関係してるんでしょ。残念。ここは行政の陣と呼ばれていて、物事の因果を整理するところだよ。なんとか3つの元井を起動できたね。中心に戻って大木様に報告しよう。ご苦労様。陣の呪符が全て灯されているのを感じる。では
これよりカフカの審問を始めましょう。陣の中心にいると多少の衝撃を受けるかもしれないけど、準備はいい？あら、こんなに大げさな儀式が必要なの？言うことを聞くって言ったのに。言霊で人の心を惑わす魔女の言うことなど聞きたくないわ。何を言っても構わない。ただ私が信じるのは旧館の陣が占った結果だけ。大牧師にはお前から真実を掘り起こす方法がある。言葉よりもはるかに強力な方法がね。そうなら大牧様、私の運命を存分に見届けてちょうだいね。私の真相は気に入った？ありえない。でも旧館の陣に間違いはない。カフカは性格と無関係。お前たち、まさかお前たちが。バカバカしい。こんなことが。自分で彼女に聞いてみなさい。時間なら好きなだけあげるから。この件すぐに将軍に報告しなければ。私は先に失礼させてもらう。聞いてみたらどうだ。カフカにはいろいろと聞きたいことがあるだろう。行くなら一人で行って。うちはあの女と話したくない。また大人のお姉さんに騙されないように気をつけなよ。そうそう。ん？な、どういう意味？カフカに聞きたいことがあるのなら今が絶好のチャンスだ。あ、行ってくるといい。はーい。何も変わってないのね。ごめんなさい、こんな情けない姿を見せてしまって。あら、私を心配してくれてるの？私なら平気よ。先週は捕虜に優しいから。列車で君と話さなかったのはこうなることを想定していたからよ。だから全て取っておくことにしたの。私に聞きたいことがあるんでしょ？エリオは君が3つの質問をすると予言した。でもそれらに本質的な違いはないとも言っていたわ。だから君が3つの質問のうち1つを口にしたら今回の目的の一部始終を教えてあげるつもりだったの。つまり全ての物事は彼の予言通りに進んでいる。
どう？私の答えを聞く準備はいい？泉州で起きた性格の災いは私たちと直接的な関わりはない。でもエリオの立場を考えると性格ハンターに罪がないとも言えないわ。私たちは予言のことを知っていながら見て見ぬふりをしていた。そして絶好のタイミングで身を投じたの。大木があんなに驚いていたのは三つの事実を見たからよ。一つ目、性格ハンターは泉州の敵じゃない。これは君も知っていたことだけど信じなかった。二つ目、泉州に性格を持ち込んだ人物は他にいる。うちにも外にも問題を抱えているなんてかわいそうに。ラフ内部の裏切り者と外部の敵が手を組んで泉州を滅ぼそうとしているの。だから大木も慌てて将軍に報告しに行ったんでしょうね。でも大木が知っているのはこれだけ。何しろエリオは私に肝心なことは教えてくれなかったから。彼は大木氏が私に対して旧館の陣を使うと予言した。事故を防ぐために今の私は泉州同盟が知るべきことしか知らないの。そして三つ目は泉州同盟が夢にも思っていない事実。もし性格ハンターが黒幕じゃないのだとしたら、なぜ私とジンがここに現れたと思う？君たちのためよ。不条理だと思うでしょ？大木が信じないのも無理はないわ。でも旧館のジンは嘘をつかない。だから面白い答えが出たの。性格ハンターがここに現れたのも、ジンが捕らえられたのも、私がここに連れてこられたのも、全ては君たちを、請求列車を泉州に誘導するためなのよ。請求列車がラフにやってくる。そしてラフで大事をなす。エリオが選択した未来で遵守の力は欠かせないものだから、そのために君たちには同盟と接触してもらう必要がある。だから君たちをここへおびき寄せたの。ラフの将軍とつながり、性格の災いを解決して同盟に貸しを作る。そうすれば将来最も大事な時に泉州が君の力になってくれるはずよ。どう？驚いた？悪名高い性格ハンターが君を泉州の英雄にするためだけにこれだけのことをしたのよ。素晴らしい脚本だと思わない？言ったでしょ？エリオは肝心なことは教えてくれなかったって。未来の可能性は無限にある。物事を知るタイミングを間違えれば今までの私たちの努力が水の泡になってしまうわ。でも未来について一つだけ教えてあげる。最高と最悪の未来で君たちは壊滅のナヌークと対峙することになる。その時になったらあらゆる助けが必要になるでしょうね。何しろアイオンとの戦いだもの。あれは君も私も請求列車も到達できない域の存在よ。多くの未来ではその瞬間に運命が終わりを迎える。でもエリオの脚本に従えば希望はあるわ。知ってる？たとえ星の神だろうと殺すことはできるの。羅刹、繁殖のタイズルスについてもっと教えて。すっ
く面白かった。不思議だね、アイオンも死ぬの？無敵じゃないんだ。絶対的な無敵も永遠の不朽もこの世には存在しない。ただ凡人たちの目線で見たものを誇張しただけさ。でも繁殖の死は確かに凡人の理解の範疇を超えている。あれは他のアイオーンにやられたからね。理解できないな。アイオーン同士でしょ、なんで殺し合うの？お嬢さんは本当に先修人なのかい？他のアイオーンはともあれランと薬師の話は知っているだろう。同盟の宿願といえば薬師を滅ぼすことじゃないか。もちろん知ってるよ。少しだけだけど、いつも母さんに剣の練習ばっかりさせられてきたから、あんまり学校に行ってなくて。なら話題を変えよう。順守と北条の因縁を知らないのならいろいろと説明が長くなる。わかったよ。じゃあその大きい箱の中に入ってるものを教えて。この白い箱のことが気になるのかい？これは霊柩というものだ。死者を納める箱で、一般的には棺と呼ばれている。死者？行商人じゃなかったの？これも行商人の仕事なんだ。この棺を泉州に運ぶよう頼まれてね。千年も生きる種族にとって死は遠すぎる言葉かもしれないが。そんなことないよ。戦場に出たら戦死は日常茶飯事だから。でも私たちには箱、いや棺に遺体を入れる習慣はないね。同胞が死んだら先週人は死者の名前と玉鳥を獣王氏の因果殿に祀るんだ。それに古族や寿命族にもそれぞれの儀式がある。昔古族の戦士が死んだ仲間を星座に収めて星々に送り出すのを見たよ。彼らはそれを星宮行きと呼んでいた。ちなみに寿命族は神秘的だから噂話になるけど、長く生きすぎる、もしくは傷を負って瀕死になると真珠のような卵の姿になるって聞いたよ。それから幼児の姿で殻を破って生まれ直すんだって。母さんは寿命族を竜の血族って呼んでる。子供の頃は母さんの話を聞いて寿命族はみんな竜に変化できると思ってたんだけど、本当かどうかは。無口な炭鉱先生がついに喋った。お前の母親の言う通り、寿命は竜の血族、つまりアイオーン不朽の末裔だ。だから竜に変化できる者もいるが、誰もが持つ資質ではない。貴重な力ゆえに複雑な儀式と試練を乗り越えた者のみ受け継ぐことができるんだが、継承者にとって幸いだとはとても言えない。僕も不朽の竜とその末裔の物語を聞いたことがある。突然竜は消えた。まるで存在していなかったかのように、その末裔だけを残して。天命はいずれ尽き、定められた結末を迎える。たとえアイオーンでも不朽を名乗ることはなく、その結末にたどり着くだろう。余計なことを聞くんだけど、棺の中の人を知ってるの？ああ、友達？いや。じゃあ恋人？何を考えてるんだい。この中にいるのは僕とは無関係の人さ。ただ一度だけ面識があったけどね。
そして偶然にも頼まれてここまでやってきたんだ。さあ、存分に休憩を取っただろう。おしゃべりはここまでにしようじゃないか。即決で奴らをやっつけてあの子を救うの。お嬢さんに任せていいんじゃなかったのかい？人数が増えればその分強くなるでしょ。お願い、終わったら勇敢な市民賞を送るから。世間話をしている暇はない。行くぞ。騒ぎ。大丈夫、問題はない。大丈夫、問題はない。天使を授けん。亡者再臨。同天元気、勝務一角。はねえ、大丈夫？見ればわかるはずですが。あ、ごめん、血が出てないみたいだから平気だろうとは思ったんだけど、からくり傀儡だったのか。運動用の長が壊れて動けません。あなたは運気軍の。よかった、すぐに私を地甲子に運んでください。無口君、羅刹ごめん、また寄り道する羽目になりそう。この子は獣王子の傀儡判官で、運気軍の私は彼女の命令に従うしかないの。本当にごめん、私について来いって言うんじゃなかった？あんたたちだけならもうとっくについていたかもね。僕は医術を少しかじってるんだ。よかったら少し見てみよう。あんたには分かりにくかったね。この子は傀儡なんだ。だから地甲子まで送っていかないといけなくて。大丈夫だよ、お嬢さん。痛くはないはずだが、奇妙な感覚、凝ったりしびれたりするような感覚がするはず。無駄です、この身はからくり肉体ではあり。からくりでも肉体でも形あるものに過ぎない。お嬢さんさえよければ僕が癒そう。不思議です。どうやって医術って範疇を超えてるよね。北条のよかった、地甲子に帰らずに済みました。任務を続行します。獣王子の律令により、判官は外の者と縁を結んではなりません。ですが、助けてもらったお礼に一言だけ忠告を。即座にここを離れてください。私がここにいるのは、重罪人である性格ハンターを捕らえるため。非凡な腕と兵器を持った極めて危険な対象です。異変に遭遇していなかったら、私の寿命はもう終わっていたでしょう。異変？ついてきてください。
このような光景は初めてです。知ってる？たとえ星の神だろうと、殺すことはできるのよ。そう、人間では不可能。だから人の手で星の神を殺すとは言ってないでしょ。不朽の竜、準備のイドリラ、秩序のエナ、繁殖のタイズルス、そして開拓のアキビリ、どれもかつては星の海を揺らした名前よ。でも今はいなくなって主なき運命だけが残ってる。今現在人々に知られているアイオーンを殺す方法は3つあるわ。その1、概念が被る運命は互いに衝突する。広大な運命の方が狭い方を飲み込むの。秩序のエナはそうやって調和のシペに飲み込まれ同化した。その2、アイオン同士の戦い。強い方が弱い方を消滅させるの。繁殖のタイズルスはそれで死んだわ。そして先週同盟も遵守の導きのもと宇宙を渡って豊穣の忌み物を借り、その目的を果たそうとしている。私が知ってる物語はこうよ。同盟はもともと薬師を探し賜物を求める薬乞いだった。彼らはアイオンに謁見でき、死を癒せる賜物、剣木を手にした。けどすぐさま彼らは気づいた。自分たちが不死の呪いに汚染されたと。そして遵守が現れ、一死で剣木を射抜き分かつ。その後宇宙から不死の呪いを排除するため、同盟は薬師の後を追い始めた。どうかしら、スリル満点の話だったでしょ。聖堂を歩く人間からは永遠に聞けない話よ。待って、そろそろ時間だわ。始まったわね。ジンちゃん、残りの2カ所に向かわなきゃ。カフカが逃げた？まずい、大木になんて言えばいいんだろう。カフカが私に本当のことを言ったのなら、大木の方は大丈夫なはず。あんた、あの女に洗脳されてるの？あれって静寂が見せてくれた半分になった枯れ木でしょ。急に成長してるけどおかしいよね。素晴らしい、実に素晴らしい。なんという幸運、たとえ長命種であっても一生見られないような光景です。この異様なエネルギーは正確だ。ってことは性格の力で剣木が生命力を得た？ああ、この異常現象の元凶は
運気軍が探している性格だろう。の陣を騙したのかしら。慌てるな、フゲン殿。旧館の陣は嘘をつかない。フゲン殿が見たカフカの論理に違和感はなかった。我々はまた行って駒を進められたと言えよう。ラフに外敵がいるのは承知の上だ。性格が突如現れたのもきっと誰かが持ち込んだに違いない。そして内なる敵は北条の民と自称する組織薬王秘伝の他にないだろう。カフカの真実は私の憂いを証明した。お前将軍はいつ気づかれたのですか。初めて性格が姿を現した時だろうか。先週は定休の指名より加護を受けている。他のアイオーンの指令でなければ私の目をごまかしラフに潜り込むことはできないだ。性格は少々蝕んでいくが幼稚たる新作府と優秀国だけは妙に避けていた。明らかに別の意図があるからだろう。これだけの計画を練られるんだ。ラフの内務に詳しい裏切り者の存在を疑わざるを得なくなる。まあ簡単な推理に過ぎないよ。奴を見て分かったんだ。性格ハンターが糸を引いているわけではないと。ならば奴はどうしてここに来た。請求列車をおびき寄せた理由は。私はこの謎だけは解けないままでいた。だがこうしてフゲン殿が解いてくれるとは性格ハンターか。確かに面白い連中だな。あんなに手間をかけた理由が泉州と列車に縁を結ばせるためだったとは。将軍、もうのんびりしている暇はありません。剣木が探す手間が省けたよ。あれが性格だ。裏切り者があれを剣木に投げ込み蘇らせた薬王秘伝もついに我慢の限界に達したか。危機は転機にもなります。問題の所在さえつかめたら全ては簡単なこと。でまた私に策を練れと。ああ、フゲン殿ならきっと良策を思いつくだろう。私の意見はこうです。すぐに運気軍を集めて剣木のある同点に向かわせ性格の邪水を払い再生の勢いを止める。ふむふむ、砲丸を持つフゲン殿の意見だ。問題を解決する一番の近道に違いない。だが近道がいつも最適解とは限らない。フゲン殿は私が性格のありかを知りながらも兵を動かさなかった理由は何だと思う。将軍。ん？将軍も悪いお人ですねきちんと根絶やしにしなければならないからね。あと少しだ。薬王秘伝が今動いたという事実は場を収めた運気軍を見て奴らが焦り出したことを証明している。この機に一網打尽にしなければ。座ったまま待つというのですか。万が一何かあったら
どう責任を取るおつもりで。まったく、ウゲン殿、私の騎兵を忘れたのかい。性格ハンターが恋に列車と選手を結びつけたなら、日照りに雨だ。その行為に甘えようじゃないか。突然木が大きくなったの。私が間違っていたわ。将軍に余計な期待を持つなんて。いい加減にしてください。どれだけこの騎兵をこき使えば気が済むんですか。まさかこのラフに他に使える人材はないというのですか。なんです、じっとこちらを見て。それとお忘れなく、剣木のありかは非中の非、泉州の民以外に接触させるのは規則に反するか。なら私からも普賢殿に一言忠告しよう。だから私はとある規則に反する決定をしようと思う。とあるというには数が多すぎるかもしれないが、普賢殿、この兵符を君に渡そう。運気軍の指揮は任せた。剣木の近くにある探偵士で策を打ってくれ。私が兵を。ずっと将軍になってみたかったのだろう。いつも嫌がってたくせに、どうして。わかりましたわ。将軍の命に従うとしましょう。そして列車の諸君、これより正式に性格封じの策に加わってほしい。運気軍の方は普賢殿が手配するはずだ。でもその前に、諸君は構造士の近道を通り、普賢殿と再度合流してほしい。ひどいことを言う。気品に命令などとんでもない。全てを伝えるという約束を果たしているに過ぎない。絶対に最初からうちらを客扱いしてなかったって。そうだ、客人の道案内はやはり帝雲殿に頼みたいと思っている。はい、喜んで務めさせていただきます。行に才あり、理はなし。やはり過小に誤りなしのようね。いまいましい。数千年も折れたまま、枯れたままの剣木がよみがえるとは。先週は前途多難ね。すでに予想していたわ。え、怒らないんだ。すでに占い済みで心の準備をしてたみたいだね。カフカを追っても無駄でしょう。旧館の陣は彼女の潔白を示しているもの。今重視すべきは剣木よ。性格の侵食が始まってから探偵士とは連絡が取れない状態なの。外に派遣された医者は別として、もともとは薬を作り薬剤を研究する場所。剣木の封印場所にもひときわ近い。性格の邪推が暴れ出しているなら最も危うい状況になっているはず。しかも探偵士にその裏切り者とやらがいると将軍は確信していたわ。薬王秘伝を自称している賊どもが裏で動いている。私も早く動かなければ。本当に人を使うのが好きね。あそこは探偵士に一番近いからもうめちゃくちゃになってると思うわ。精査はすでに用意してあるから私についてきなさい。
びっくりしたよ。書庫に隠れておやつを食べてたら、急に剣木の枝が天をつくほど伸びたから、本に書いてあったのと全く同じだったね。人生は驚きばっかりだから、サボれる時にちゃんとサボらないと。大金したらあなたたちを連れて町に出て、陽先生にパイを教えようと思ってたのに。お嬢さんの好意はありがたくいただこう。だがまた今度教えてくれ。わかってる。だから無事に戻ってきてね。また。10101010なるもの。将軍からの請託があるゆえ、私はここで失礼するわ。お前たちも気をつけて。そうだ大木様、うちらの運勢も占ってほしいんだけど、どこをどう注意すればいい？その必要はないわ。この方眼で見た限り、お前たちの行く先は原稿理定、万事順調なり。本当に？道具とか指を使わなくても分かるの？よく言った不言さん、その言葉に感謝する。さあ